吉瀬さん、情報って何なんですかね。まあ私ね、情報肥満なんだと思うんですよ。情報がたくさん溢れていて、別に必要じゃない情報にもう本当に首突っ込んだりとかね、一生懸命メルマガ読んだりとかしますけども、ほとんど必要ないと。なぜならそれを使わないからね。要するにアウトプットしないから、まあ情報いらないんじゃないかなっていうことなんですよね。なんかね、もっと情報のダイエットが必要なんじゃないかなと思うんですよ。たくさんの情報を取り込んで使わずに溜め込んでいく贅肉にするんじゃなくて、やっぱね、使い続ける筋肉みたいな情報をね、どん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 取り入れることによって、筋肉の筋が金の筋になるっていうふうに思うんですよね。でそれだけじゃなくて、やっぱ筋肉をすごく取り込んで体重が90キロの人と、贅肉で体重が90キロの人、同じ身長でも全く動き方も違うし、考え方も違うし、人とのコミュニケーションも違うし、やっぱね、基本的に使ってる肉を持ってる人の方が優れてるんではないかなと思うんですよ。もちろん病気とかね、なんとかで不可抗力の場合は違いますけども、同じ条件で贅肉を取り込むような、もう本当に情報肥満な方とね、筋肉肥満の方と贅肉肥満の方とね、でしっかりと情報を取り込んだら使う、取り込んだら使うっていうふうに、もう入れちゃだし入れちゃだしみたいな感じで、新陳代謝健全にしてる人の、まあ、情報の形っていうのは、やっぱり筋力がすごく優れてるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そういうふうな事例をね、私まとめて、有料動画にしてるんですけども、一つ例を申し上げましょうか。それがね、1億円がここにありますと。ね、自分の年収が300万で、自分はもうダメダメだと思ってる方に、ちょっとね、私は言いたいと。ここに1億円があって、年利 3% で回してると。そうすると、1億円から毎年毎年300万が生まれるんだと。ね。そして、こっちには年収300万の人がいる。こっちはね、1億円持ってないのに300万を生み続ける。これ、人的資本という考え方なんですけども、人的資本の乏しい方は、1億円というものがないと300万を生み出せない。でも、人的資本に恵まれている人は、もう全然空っ欠、財布の中空っぽでも毎年300万を生み出せるわけですよ。こういうふうな背景が1億円の人と背景がゼロの人、でも同じ300万が生み出せる。まあそういうふうな人間をね、人的資本っていうんですよね。でこの人的資本を高めていこうとすると、どうするかっていうと、まあ投資期間を長くするか、要するに1年じゃなくて10年とかになったら3000万を生み出すわけですよ。でもう一つの方法は、自分の資本、人的資本を高めていくっていう方法があります。資格を取っていくとかね、何かの能力を高めるとか、早く動いて1年間を2年分使って600万稼いでいくとかね、そういう方法があります。だから取り込んだ情報を使っていく、取り込んだ情報を使っていくっていうのの繰り返しが必要だと思うんですよ。取り込んだ情報が使ってもお金にならなければ、その情報を使わずに別の情報を取り込んでいって、その別の情報を使っていく。これによってですね、新陳代謝をものすごくスピードでやると、取り込んだ情報を使ったら、こっちの方は300万じゃなくて400万生まれたみたいなものがあるわけなんですよ。そしたら今度はそれを継続的に使っていけば、次の年から人的資本は400万になって、1億円が背景にあって300万、年利で 3% 回してる、こっちの方よりも資本力を上回ることができるわけですよね。というふうに、金利っていうのは決まってますけども、人間の人的資本というのは変えることができるんですよね。いろんな時代とか状況に合わせてどんどん変えることができます。体力が物を言う世界に飛び込むんだったら体力をつければいいですし、知能が物を言う世界だったら知能を身につければいいし、トンチとかね、口工場、口八丁手八丁がもてはやされる場所にいるんだったら、口が上手になればいいかなと、いわゆる論破王で稼いでいくって方法もあります。まあ、とかくね、人生って今まで目的がはっきりとしたことってないんですよ。偉い人とか宗教家とか偉人、そういった人はね、人生の目的はこれこれだっていうふうな有名な言葉を残しますけども、でも同じぐらいね、まあ何というかね、バカバカしいと言いますかね、真っ当で言い返せないようなそんな言葉があります。それは、人生は長い暇つぶしだと。どうせ暇つぶしなんだったら、なるべく楽しいことやった方がいいんじゃないのっていう形ですよね。でもこういった言葉に対して、いや自分は、自分の人生はとても楽しめるものじゃないと、ものすごくね、暗くて落ち込んで寂しい人生なんですっていうふうに相談をしてくる方がいます。そしたらどういうふうに答えるかってことなんですよ。どういうふうに答えるかっていうと、これ回答があって、じゃあ自分のことをもっともっと好きになるように行動すればいいんじゃないですかって答えなんですよね。真っ当な答えですよね。やることなすことをどんどん自己嫌悪になったり、失敗ばっかりして、それがね、次の挑戦をためらわせる、そんな人生を繰り返しているという質問者の方に、
自分のこともっと好きになるような行動だけすればいいんじゃないの、自分のことが嫌いになりそうなものを挑戦する、トライする、これやっぱり嫌いになっちゃうよね、やる前から嫌なんだと思う。だから自分の好きなこととか自分の気の合うものとかね、そういったものだけをやっていけばそれは楽しい人生になっていくんじゃないですか。でも仕事をしなければ暮らしていけません、楽しい仕事を選べばいいんですよ。だから求人情報にある時給の高いものから選んじゃうと、時給の高いものは人が選ばなかった仕事だから高くなってる、だから自分自身でも楽しめる可能性は非常に低いんじゃないかなっていうことね、言われてましたね。でももう引く手あまたっていうかね、みんながみんなその仕事がやりたい、やりがいがある、楽しいっていうふうに求める仕事っていうのは、大々的に募集したくてもすぐ人が埋まるんで人気の仕事になってきます。時給が高くなくても求める人が多いんで、そういったものはすごく人気でね、やってみたら楽しいかもしれない、うん、だからね、私思うんですよ、給与や待遇で仕事を選ぶと辛いことが多い、その可能性が高いんですよね。だからそうじゃなくって、給料とか待遇とかなんとかかんとかじゃなくって、一日やって一日良かったと思えるような仕事を選べば、ギャラなんてあってもなくてもどっちでもいいんじゃないかなってことなんですよ。じゃあそんな仕事どこにあるのって言ったら、私は YouTube がそこだと思いますよ。私は YouTube で動画を撮るのも好きだし、見るのも割と好きですよね。でもどちらかというと動画を上げる方が好きなんですよ。でその中でも誰かとのやり取りをするのがすごく楽しいなと思ってます。だからね、誰かとのやり取りをやれる人がまあ何人かいればいいかなと思うんですけども、まあほとんどいないですね、うん、吉谷さんだけですよ、こんなことにいつまでも付き合ってくれるのは、ね、やっぱりね、年単位で続く人ってのは本当に少ないです、うん、少ないんだからこそ私はまあやるけどねって感じですよね。なぜなら人がそれを求めないってことは多くの人が楽しいと感じないんですよ。でも実際に YouTube の1時間あたりのアップロードギガ数っていうのはね、もう年々増えてるんですよ。情報発信をみんなでしたくてしょうがないんですよね。で、なんでそんなに情報発信をみんなでするかっていうと、情報を求めてる人が多いんですよ。要するに、あれですね、情報肥満の方が多いんですよ。だから自分に関係のない情報も見てみたい、クリックしてみたい、聞いてみたいんですよね。で、なんとなく聞いちゃうと、またその続きが気になっちゃうと、いわゆるファンになっちゃうんですよね。もともと自分の興味がなかったことでも結構好きになったりします。その挙句その商品を買うわけですよ、ね、最初ドラマを見ていてね、楽しいな、面白いな、かっこいいなと思っていたけども、なんとなくそのドラマに出てくる主人公の着ているスーツとかね、それからロケ地とかね、ストーリーとかね、セリフとか、そういうのが気になってしまって、それを買ってみたりとか行ってみたりとか使ったりしますよね。だからいつの間にかそうなっちゃうんですよ。これがだから広告の効果、ザイオンスっていうんですけども、なんか人っていうのは興味がなくても大して好きなくても関われば関わるほど物事が分かってくるんで好きになり、それをお金を出しても手に入れたくなるわけなんですよね。で、私ね、まあ最近カンフーの映画をよく見るんですけども、この外伝っていうのがね、スピンオフの外伝っていうのが結構出ていてですね、香港映画に見ちゃうんですよ。で、外伝の方が好きだったりするんですよね。そういった形で、実はね、最小購買数的な作品っていうのはヒットを生みやすいんですけども、ヒット作品だからって言ってね、自分が気に入るかどうか分からないんですよ。君の名はっていうアニメがね、 2,3 年前に流行りましたけども、100億円とかいうやつ、私あれ見たんだけど面白くなかったんですよ。なんだこりゃみたいな感じだったですね。だから万人に受けても自分に受けてなかったら、それはいらなかったよね、無駄だったよねってことになっちゃいます。でも逆にですね、万人から見放されたんだけども自分だけ気に入ってる作品ってあるんですよ。そういったいわゆる私にとってみたら B 級映画みたいなのは、探して探して探して、動画が無料で落ちてる落ちてない、もうほとんど落ちてないんですよ、無名すぎて。でもたまに DVD が出たりしてるんで、そういうのを買うんですけども、まあ高いですね、そういうのは、マイナーなやつは。だから面白いんですけどね。まあそういった形で、自分に必要な筋肉っていうのは何なのか、自分に不必要な情報肥満はどこの部分にあるのか、そういったことを吟味する意味でも、今蓄えている情報はなるべく早く使った方がいいかなと思います。使わずに溜め込んでいたら、それが必要なのかどうか分からない、大抵必要じゃないんですよ。で、情報肥満、その贅肉が長期
贅肉になってしまうんですよね。早く落とせば短期贅肉で終わっていたのに、すぐに落ちる贅肉だったのに皮下脂肪になってしまうんですよ。そうなるとこれは厄介ですよ。無駄なものを抱えておくことに慣れてしまって、俊敏な動きもできないし、病気にもなりやすい。要するに情報発信できなくなっちゃうんですよ。で、情報発信しようと思っても有害な感覚を発信している自分が覚えてしまったりね。で、苦痛になっていくっていうことじゃないですかね、うん、まあでもね、この人的資本、1億円を持ってて年利 3% で回すのと、1億円はないけども300万円稼げるのが同等だっていう考え方がなかなか面白いんじゃないかなと思いますよね。まあ、その他にもね、私の速稼塾名言集の中にはおよそ200個のこういったちょっと見方を変えた言葉が入ってます、今ならね39,800 円で売ってませんけどもね、売ってないんですよ。ここでセールスが来たらなかなか面白いんですけどね、私の場合はセールスがないというね、もうあまり売らなくていいかなというところでございます。あーにしても熱くなりましたね、吉田さんね。熱くなるとナイト2000ちょっとね調子悪いんですよ。で、今車検出しててやっぱりねなかなか帰ってこないし、私も時間かけてほしいんで、時間かけてもいいんでしっかり見てほしいんで、いろんな注文書を書きました。こう、まあ、だから高くなったのもあるんですけどね。で、私のナイト2000がメンテナンス&リペアと、それから細かい補修とですね、交換で車検っていう流れを組んでるうちに、最新版のオーダーされたナイト2000ができてきて Facebook に上がってきたんですよ。すごいいいやつだったですね、これは。今私がね持ってるナイト2000と取っ換えてもらいたいぐらいです。だからね、ナイト2000を作る人も後になればなるほど、10代作った時よりも30代作った時よりも50代の方が手慣れてるんで、最新版が一番いいやつなんですよ、いつも。私にはそう見えるんですよね。まあ、だからね、ちょっとね悔しいなーっていう気持ちもありますね。まあでもそうでなくっちゃいけないかなと思います、うん、だから何ですかね、お寺とかを直す宮大工さんっていうんですか、宮大工さんも今ね本当に数十人しかいなくなっちゃったみたいですけども、やればやるほどレベルが上がってくるんで、やっぱねこれからも頑張ってほしいなと思いますね。なかなか宮大工を呼んで修理するようなところはなくなっちゃったかもしれませんけどね。だからこそテレビの特集になったんでしょ。で、こういった情報、私も日光東照宮のこととかね聞くんですけど、見るんですけども、はっきり言って自分には関係ない。でも日光東照宮を思った時に、ああここはこういうふうに守られているのかっていうふうに思い返すことによって、その情報が付加されることによって、喜び方とか楽しみ方とか日光東照宮のありがたさっていうのが確かに格上げされて、相対的に入場料は安く感じますね。それはなんか大事な意味じゃないかなと私は思いながら今回の動画にさせていただきました。いかがでしょうか。それでは失礼します。